ティモシー・スティーブン・ウェイクフィールドは、アメリカ合衆国、フロリダ州、ブレバード軍メルボルン出身の元プロ野球選手、ウト右打ち。ナックルボールを武器に、メジャー通算200勝を挙げた。1966年8月2日に、フロリダ州メルボルンで生まれ、少年時代から野球に親しむ。リトルリーグでのポジションは、遊撃手と投手で、当時は速球を投げる。 一般的な投球スタイルであった。一方で、キャッチボールの際に、父が、たまに投げるナックルボールを見よう見真似で試していた。高校時代も、野手と投手を兼任していたが、フロリダ工科大学進学後は一塁種に専念。2年時のシーズン22本類が、71打点、在学3年間で40本類だはいずれも、同大の新記録であった。 1988年の MLB ドラフト8巡目でピッツバーグパイレーツから指名を受け入団。同大からドラフト指名された史上初の選手となった。しかし、プロ入り後はアマチュアとは比べ物にならないくらいレベルの高いプロの投手に適応できず、スカウトから野手を続けても目は出ないと言われてしまう。しかし、 キャッチボールの際に投げていたナックルがコーチの目に留まり、1990年から投手に転向。1992年にメジャー初昇格を果たすと、13試合に先発して8勝1敗。防御率2.15を上げ、チームの地区優勝に貢献する。しかし、1993年は一転して、スランプに陥り24試合で6勝1敗。 防御率5.61と打ち込まれた。1994年は1年中マイナー暮らしで、翌1995年のスプリングトレーニング期間中にパイレーツから解雇される。この当時のことを、ウェイクフィールドは集中力を欠いたという感じだった。グラウンド内外で注目されて、打者からアウトを取ることよりも、どのような選手になるべきかと頭を悩ませていた。そうなると、 次から次へと悪い方向へ物事が転がり、最後にはもう自分自身を信じることができなくなった。と語っている。その後一週間ほどでボストンレッドソックスと契約し、キャンプ地へ。そこで、ナックルボールの名手だったフィルニークロド・ジョーニークロの兄弟と出会い、10日ほど指導を受ける。シーズン開幕後はメジャーに定着し、16勝8敗、防御率2.95を記録。 カムバック賞を受賞し、サイヤング賞投票でも3位になった。その後は先発、リリーフなど様々な場面で活躍。2005年4月に2006年は年俸400万ドルとして、2007年以降は毎年球団オプションに400万ドルで延長できるという契約を結んだ。2006年は7月に、あばら骨の疲労骨折により1ヶ月半の 間故障者リスト入りとなり7勝しかできなかったが、球団はオプションを行使した。2007年は勝ち星を量産し、8月25日の時点で16勝を挙げ、1979年に2人、揃って最多勝利投手となった、ニークロ兄弟以来となる、ナックルボーラーの最多勝利投手が期待された。しかし、8月末に肩を痛め、9月以降は1勝しか、 上積みできなかったが、自己ベストタイの17勝を記録した。この方の故障により、ポストシーズンは、クリーブランド・インディアンスとのリーグチャンピオンシップシリーズ、第4戦に登板しただけで、ディビジョンシリーズとワールドシリーズではロースターから外れた。メディアやファンは400万ドルのオプションを行使しないのではと危惧が広まったが、11月2日に、球団は2008年のオプション行使を発表した。 2009年に42歳で初めてオールスターに選出されたが登板機会はなかった。2011年9月13日にメジャー19年目で史上111人目、ナックルボーラーとしては史上7人目の通算200勝を達成した。2012年2月17日に現役引退を表明。これによりメジャーでナックルボールを投げるのは r a ディッキーのみとなったが2013年にスティーブン・ライトがレッドソックスでメジャーデビューを果たしている。不規則に変化する変化球ナックルボールが投球のほとんどを占めるいわゆるフルタイムナックルボーラー。速球はカウントを悪くした時にたまに投げる程度で球速は76マイルパーアワーほどしか出ない。また、ナックルは肩に負担がかかりにくいため 先発ローテーションの合間にロングリリーフをこなすこともあった。ナックルは保守にとって補給が難しいことでも知られているが、レッドソックスでは正保守のジェイソン・バリテックも補給を苦手としていた。そのため、控え保守だったダグ・ミラベリが2002年以降、ウェイクフィールド専属保守を務めていた。しかしミラベリは2005年12月にサンディエゴ・パドレスへ移籍した。ミラベリの移籍後、 しばらくは新たに加入した控え保守のジョシュバードがミラ・ベリの代わりを務めていたが、バードは慣れないナックルに効率を連発した。結局、ミラ・ベリはバード保守及びマイナー選手、金セントのトレードによってシーズン開幕後わずか1ヶ月でレッドソックスに復帰し、再びウェイクフィールドとバッテリーを組むことになった。デモドリトレードが成立してミラ・ベリが ボストンの空港に到着した日は、なんとウェイクフィールドの当番日である5月1日、当日だった。ミラベイリは空港から緊急走行のパトカーに乗り込み、車内でユニフォームへの着替えを済ませた。試合開始直前、ミラベイリはなんとか球場に到着した。当初、この試合の先発保守はジェイソン・バリテックと発表されていたが、ミラベリ到着を受けて急遽訂正された。 トレード成立がギリギリまで遅れた理由はレッドソックスがミラベリを取り戻そうとしていることを察知したヤンキースがミラベリ獲得に名乗りを上げヤンキース戦の5月1日までにレッドソックスとのトレードが成立しないように妨害を試みたためだったヤンキースのブライアン・キャッシュマン GM も後に妨害工作を行ったことを認めている2008年のスプリングトレーニングで ミラベリーより若いケビンキャッシュが成長し、控え保守として起用できるメドが立ったため、ミラベリーは再び解雇された。しかし、シーズン終了後にケビンキャッシュとの契約延長は、なされなかった。2009年シーズン当初は、ジョージ・コッタラスが、ウェイクフィールド登板時には、専属保守として起用されていたが、シーズン途中からは、クリーブランド・インディアンズから移籍してきた。 ビクター・マルティネスが起用された。2011年シーズンからは、ジャロット・サルタラ・マッキアが、専属手として起用されていた。ありがとうございます。